ちょっと先に言う、私も、はい、今日早いです。いつもこのぐらい。毎月1回高知市の繁華街を夜回りして、ホームレスに声掛けや食べ物の支援をする男性がいます。缶詰がやっぱりいいですかね、保存が効いて。これはもう一番。なるほど、まあ一番、ええ、ごめんなさいね、ちょっと気が利かんね、それは一番嫌です。何でしょう、もうちょっと、ええ、缶詰でもいろんな缶詰ありますけど、どんなものがいいですか。高知県立大学社会福祉学部、田中清夢教授、61歳です。大量の本や資料に埋め尽くされた田中さんの研究室。専門は地域福祉や社会保障です。モットーは地域のための研究者であること。申し訳ありません。ありがとうございます。いつも。田中さんは滋賀県大津出身。1993年から高知大学。2006年から県立大学で教鞭を取っています。そういうものを、貧困というと皆さんどういうイメージを持たれているかというのがあるかと思いますが、いかがですか、急に前振り話、どんな貧しくて困ってる、そうですね。貧困問題と向き合う中で、田中さんは2008年からホームレスへの支援を開始。2010年に NPO 法人高知ネットホップを立ち上げ、自ら代表を務めています。お待たせしてごめんなさい、田中です。この日田中さんは10年以上の付き合いになる男性を訪ねました。現在男性は60代、若い頃は家業を手伝っていましたが、次第に収入と支出のバランスが取れなくなり家を出ました。しかし仕事に就けず、10年以上前から高知市で路上生活を送っています。 おまわりさんにはどんなこと言われます。いや、おまわりさんは平気で、死ねえ言うかも平気で言うしよね、おらんなれ言う、消えろ言うかにも平気で言う、先生、ここからどっか行けって言われる。随分に言うて。ホームレスというのも一つの自己決定なんですよね。それは辛いし、しんどいし、お腹は空くし、寒いし、いろんなものが苦痛としては伴っているわけなんですね。だから彼は決して楽ではないという。だけれども彼は必ずしもそれをやめようとしてないし、生活保護の話とかももちろんしてます。だけども乗ってきませんし、ですから我々としては、彼がもしも本当に困った時、本当に SOS を発する時は、そういえばなんか知らんけど必ずしも悪いやつじゃなくて、時々声かけてくれよったな、時々食べ物持ってきてくれよったな、ほんならあいつにやったら声かけたってもええかな、ほんまにしんどい時は、そういう関係だけは維持したい。田中さんが夜回りに加え、おととし1月から新たに始めた取り組みがあります。それはホームレスを一時保護する宿泊施設、ステップハウスの活動です。元アパートの2部屋を買い上げ、貧困や DV などが原因で行き場をなくした人たちに避難場所を提供。今年3月末までに10代から70代までの26人が利用、28人から利用の相談がありました。この日、一人の男性がステップハウスにやってきました。県外出身の30代の男性、家族との関係悪化が原因で実家を出て、その後ネットカフェなどで生活していました。自分がやり直すんだったら、こういうのを利用してやり直したら次につながるのかなと思って、お電話させていただきました。今はもう完全に社会から孤立してる状態なんで、社会復帰がどこかでできればいいかなと思ってます。田中さんがステップハウスの利用者として当初想定していたのは、
夜回りで会うホームレスの人たちでした。しかし利用者の多くは経済的な貧困に加えて家族や地域とのつながりが希薄な関係性の貧困に苦しむ人たちでした。5月27日、妻からあなたと一緒にいると不幸になると言われる、父親から身体的虐待、あざあり、パートナーはいるけれどもそこに、一緒に住みづらくなっているとか、親子関係でうまくいかなくなっているとか、家族の中で居場所を失ったり地域の中で孤立する形で、自分の居場所を求めて、こちらに当面来られるというようなことがありましたので、自分の心の居場所のない、そういう意味でのホームレスという方がこちらに来られてるかなという気がしますね。ですから明らかにハウスがない、野宿生活の方だけではなくて、ハウスはどこかにあるとしてもそこが自分の居場所がなくて、その心の居場所としてのホームを求めてこちらに来られる、そういう広い捉え方でホームレスという方を見ていく必要があるのかなと思いますね。そんな田中さんの活動の原点にあるのは、重度の心身障害を抱える子どもたちの支援活動に携わった研究者の父、正人さんの言葉です。最も困難な状況にある人に光を当てるような研究者にならなければいけないと言われまして生活に困っている人とか生きづらさを抱えている人とか、そういった人に対して少しでも寄り添えるような研究や教育をしていくということが研究教育者としての使命かなという。一人一人に寄り添いたい、その思いをさらに強くしたのは田中さん自身の大きな変化がきっかけでした。よいしょ。はい、あっちゃん。父ちゃん、ね、おかばおかば。遅くなってごめんね。パパもどこまで走ってくれるかね。すごい、おっちゃんすごい、すごい。いやーすごい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 。いやーおっちゃんすごい走った。田中さんは6年前に結婚、現在5歳になる一人息子がいます。自分が父親になってみて、人間は一人一人が違い、誰もが尊厳ある生き方を保障されるべきだという思いを強くしました。そのためにどうすればよいのか模索は続きます。ステップハウスを開設して2年半、ここを拠点に生活を再建できたという人もいます。元利用者の60代の男性です。服役をきっかけに出所後戻る場所を失っていました。生まれたところにも家はあるんですけど、もう一応ね、もう住めないんです。廃墟になってね、親もこう施設に入っている状態なんで、自分の故郷の方には戻れず、この心機一転じゃないですけど、この知らない初めて来たこの高知で一からやり直すような感じになったんですけど。ステップハウスで田中さんから生活面での支援を受け、落ち着いて自分の将来を考えることができたと話す男性。人に感謝される存在になりたいと、現在福祉関係の仕事をしながら防災士や介護福祉士をはじめ、さまざまな資格取得に精力的に励んでいます。自分の方に進むべき道、もう自分の行く道を意思あるところに道があるような、自分が目指すとかな、そこの拠点になったところですね、スタート。あそこがなければ今の自分もないかもからし、親以上の存在です。
心の居場所をなくした人たちを地域とつなぐ田中さん。理想を言えば、我々がいなくても誰かが声をかけ、誰かが心配し、誰かが助け舟を出しながら、お互いにネットワークを作りながら、困った人がいればそれは自分もそういうことになる可能性があるんだ、そうなった時に自分はどうしてもらいたいのか、どういう地域であってほしいのか、そういう発想でみんながですね、考え行動していくような地域社会、その地域社会が実現するというのが、ゴールではないかと思っていますね。経済的な貧困に加え、深刻化する関係性の貧困、生きづらさに苦しむ人に誰かが寄り添う社会を目指して、田中さんの活動が続きます。